競輪の競争一覧とは日本における競輪の競争の一覧である。原則的に2002年4月1日より実施されている番組制度に基づいて述べる。内は1次特別選抜予選競争、内は2次特別選抜予選競争。原則的には競輪プログラム改革構想制度時代から SQ シリーズと称されている開催。 S, S 級と A 級1.2半戦の2本立て。2012年7月より A に格付けの女子を含む3本立ても行われている。原則的には、競輪プログラム改革構想制度時代以前より行われている普通開催のこと。2008年1月1日より A 級1.2半戦と A 級3班在籍選手のみで行われる A 級チャレンジレースの2本立てとなった。 2012年7月より女子を含む3本立ても行われている。なお、国際競輪については2009年度から実施の短期、登録選手制度の導入により、通常のファイ開催及び日韓対抗戦競輪に移行して行われている。シャバン連勝式車検の全場実施以降、 経輪では事実上戦闘固定競争しか行われていないが、それ以前には下記に挙げる戦闘固定競争以外の種類の競争も行われていた。ありがとうございます。